皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回は古代ローマについてお話をしています。本日第12回目です。今日からですね、カエサル暗殺後の世界についてお話をしたいと思います。カエサル暗殺が起きたのが紀元前の44年 で共和制が終わるのが紀元前の27年なんで、本当に今回からお話しする内容はもう最後の最後のところになるんですけど、でもこれってね、共和制ローマの最大の混乱期である、ね、内乱の1世紀の本当に最後にふさわしいぐらいね、超ドロドロな争いが待ち構えてるんですよ、これから。具体的にはカエサルが殺されて、でカエサルのその意思を引き継いだカエサル派、カエサル後継者グループ対カエサルを殺した暗殺グループの人たちの戦いがあったり、あと他にはそのカエサル後継者グループの中でもね、またその中でも争いがあるんですよ。誰が本物のカエサルの意思を引き継ぐのかっていうところでね。でややこしいのはこれ1番と2番、カエサルの後継者と暗殺グループっていうのと後継者の中の争いというのがね、同時に起こるわけですよ。だからこれややこしいんですよね。でそれだけじゃなくて、この争いの中にね、さらにエジプトも加わってくるんですよ。っていうのもカエサル、クレオパトラと結婚したじゃないですか。でクレオパトラはそのカエサルと結婚して、でエジプトを守ってもらおうとしたのに、でもいきなりカエサル殺しちゃって困ってるわけですよ。だからクレオパトラもクレオパトラで新しいパトロンスが必要だと。だけどクレオパトラ的にはじゃあどのグループにね属せばいいのかと、そのカエサル後継者がいいのか、それとも暗殺グループがいいのか、どっちが果たして今のエジプトをねちゃんと守ってくれるのかっていうところで、またいろいろ関わってくると。でこうやってね複雑な対立構造がある中で、まさかのね恋愛ドラマもこの中に入ってくるんですよ。だからしかもその恋愛ドラマもね、国の存亡をかけるレベルでねじ込まれてくるから、だからねローマ共和制ってところのね物語の最後の最後にね、いろいろ問題っていうか、いろいろね詰め込みすぎなんですよね、最後に。だから結構ね教科書とかで見るとここら辺ってすごい最後はパパッと終わるんですけど、でもね意外とこうすごいんですよ。いろんなストーリーがあってね面白いんで、なんでちょっと一回じゃまとまらないんで、今回は2つに分けてお話をしたいと思います。で早速ですけど、カエサルが殺されて一番最初にね行動したやつ、これ誰かというとアントニウスってやつなんですよね。アントニウスって誰かというと、カエサルと一緒にね、カエサルが死ぬ時に一緒にコンスルやった人で、カエサルとね昔から戦争を一緒に経験してるんですよ。だからねカエサルのグループで言うとすごい重心だし、で実質ねコンスルも一緒にやってたぐらいだから、ナンバー2みたいなやつなんですよね。でこいつがどういう行動を起こしたかというと、結構意外な行動してて、カエサル殺されたじゃないですか。だからその復讐をするのかと思ったらそうじゃなくて、むしろねそのカエサルを殺したグループ、だから罰族化、カエサル殺したブルーツとかが属してる罰族化のやつらと不戦協定をね結ぶんですよ。なんでそんなことをしたかというと、とりあえず一回平和に収めて、でそれでねカエサルの葬儀を大々的にやりたかったんですよ。でその代わり暗殺のね主犯だったブルーツとかね、そういうやつらはローマからは一回飛ばしてちょうだいってこと でそれで手打ちにしたと、形上で。まあそのおかげでね、そのカエサルの葬儀を大々的にやったわけですけど、でカエサルって民衆からはやっぱすごい人気があったんで、人がねむちゃくちゃ集まるんですよ。でそんな中でカエサルのね殺された時に着てた、その暗殺されて血に染まった服があるんですけど、それをねアントニウスが着て演説するわけですよ。でカエサルっていうのはこんなにね民衆のために思ってたのに、なんで殺さなきゃいけなかったんだみたいな、そういうことを言って、でそれでねその悲しみを誘うわけですよ、民衆の人たちに。でそれで世論をカエサル派の方にねぶんどるわけですよ。だからアントニウス的には罰族派のやつらと手打ちにして、で平和にしてるっていう風に形上してるんですけど、でもこうやって民衆を味方にしてね、罰族派のやつらは敵だっていう風なイメージを作らせたんで、ということでアントニウスね絶対この時こう思ってたはずなんですよ。もう完全に波が俺んとこに来てる、もうカエサルの後継者は俺しかいねえだろってそうやって絶対思ってたと思うんですけど、でもねカエサルのね遺書があったんですよね。でカエサルの遺書をね読んだら、なんとね後継者に自分の名前載ってないんですよ。後継者ってちゃんと名指しで書かれてて、で誰が後継者だったかというとオクタビアヌスってやつだったんですよね。だからこれを読んだ時ね、これを知った時ね、アントニウス絶対にね愕然としたと思うんですよ。なんてかって、もう自分はねカエサルと一緒にずっと戦場を駆け巡ってきて、で最後の最後死ぬまでコンスルとしてね政治活動も一緒にサポートしてきたのに、なんでそんな俺じゃなくてこの時わずか18歳のね18歳のクスガキがなんで後継者なんだバカ野郎って絶対思ってたと思うんですよ。そうなんですよね、このカエサルの後継者ってなってたやつは18歳の子供なんですよ。こいつ誰かというと、このオクタビアヌスってカエサルのね姪の子供なんですよね。でカエサルが死ぬ前に養子にはしてたんですよ。養子なんですけど、でも一応カエサルの姪の子供だからカエサルと血はつながってると。でもいくらね血縁関係があるって言ってもこの時わずか18歳ですからね。18歳ってことはまだ政治なんかも経験したことないし、だからね子供なんですよ、はっきり言うと。このローマの社会では
まあ一応戦争は参加したことあるんですけど、カエサルと一緒に。でもやっぱその政治の世界を経験しないし、しかもこいつね、体も細いし、で体弱い虚弱体質なんですよこいつ。だから戦争をねずっと経験してきたアントニウスからすると、こんなオクタビアヌスがね後継者なんて意味が分かんないわけですよ。ということでこの後アントニウスは現実を受け入れられなくてね、すごい大混乱して、あのやばい行動をすごい起こすんですけど、まあそれはちょっと後ほど説明するとして、で多分ねこの時ねクレオパトラも結構ショックを受けたと思うんですよ。なんで突然クレオパトラが出てきたかというと、実はねクレオパトラには子供がいて、名前がカエサリオンって言うんですけど、こいつがねカエサルとクレオパトラの子供なんじゃないかって言われてるんですよ。で実際にカエサルが殺される前に、このカエサリオンがねカエサルの後継者なんじゃないかっていう噂もあったぐらいで、だからねちょっとねクレオパトラはドキドキしてたと思うんですよね。まあだけど蓋を開けてみたら、そのカエサリオンの血も全くなかったと。ってことで多分クレオパトラもこの時ショックを受けてるはずなんですよ。で肝心のオクタビアヌスってね、この時今どこにいたのかというと、ギリシャで留学してたらしいんですよね。でカエサルの後継者になったってことを知って、それでローマに帰ったと。でちなみにこのオクタビアヌスに関連する豆知識なんですけど、本当にどうでもいい豆知識なんですけど、オクタビアヌスってね実は自分のことをオクタビアヌスって呼んだことはないらしくて、でもともとこいつ名前何かというとオクタビウスっていうらしいんですよ。でカエサルの後継者になったことでユリウス・カエサルの名前を引き継ぐんですけど、この時にオクタビウスっていう名前を変えてオクタビアヌスっていう名前になったらしいんですよね。でこのオクタビアヌスっていう意味ね、なんか日本語にするとオクタビウスだったものっていう意味らしいんですよ。何その名前って、オクタビウスだったものって、あいつオクタビウスだったらしいぜみたいな感じでオクタビアヌスって呼ばれるってことですよね。これ何なんだろうな、なんとかヌスっていうのがそういう意味合いなのかもしれないですね。そしたらローマ人ってなんとかヌスって多いからね、みんなもともとそんな感じなの、みんな進化したの昔の名前から、昔の名前から進化すると進化前だったものっていうまあちょっとやめましょうこの話は。でカエサルのね後継者になってから、じゃあ彼はね自分のことなんて言ってたかっていうと、なんとねユリウス・カエサルって名乗ってたらしいんですよ。だからこれはきっとあれですよね、もうブランド戦略みたいなもんで、やっぱユリウス・カエサルっていう名前についてた兵士や民衆ってすごいいっぱいいるから、自分がその後継者であるっていうのを見せつけるためにね、このユリウス・カエサルっていう名前を使うのが一番ね手っ取り早かったと思うんですよ。まあこのストーリーからもわかるように、オクタビアヌスってね非常に賢いんですよね、見てると。で彼はねやっぱ天才だと思うんですよ。天才って言っても、今までのね出てきた天才、カエサルとかスキピオとかハンニバルとか、ああいう感じの天才ではなくて、 むしろねオクタビアヌスって軍才は全くなかったんですけど、でもなんだろう、自分の力で何とかするタイプっていうよりかは、こいつはなんか人の心理をね読む天才だと思うんですよ。それは個人の心理もそうだし、集団の心理もそうだし、人っていうものをね観察するのにものすごい長けてる人物だと思うんですよね。でさらにはそれをコントロールして手のひらの中でこう転がすタイプですよ彼は。そういうタイプの天才だったんですよね。まあ、ということで紹介が長くなっちゃいましたけど、話をちょっと戻してね、アントニウスがその現実を受け入れなくて大混乱したじゃないですか。その混乱してたねアントニウスは何をしたかというと、後継者のねオクタビアヌスが本当は受け取るはずだった遺産をね、なんとね渡さないで着服するんですよ。これこんなことしたらダメですよね。だって後継者じゃないのに後継者にこう相続させるお金をなんで取っちゃうのって取っちゃダメでしょっていうことで、元老院からもねこれは叩かれるんですよ、非常に。オクタビアヌスじゃないや、アントニウスがね。でちょっと元老院の中でもねこう居場所をなくしてきちゃうんで、このアントニウスが。なんで自分をねこの時まだコンスルだったから、自分をガリアの属州の責任者にするっていう法を作ってね、まあ、法っていうかルールを作って、で逃げたんですよ。でもただねその時そこの属州には誰がいたかというと、カエサルをね暗殺したグループのね主犯の一人がねそっちにいたんですよ。国外追放されたって言ったじゃないですか。で国外追放されたやつがそっちに行ったんですよね。だからもともとアントニウスがね、だって不戦協定結んでその主犯をね飛ばしてそれでいいよって言ってたのに、自分がそっからやっぱ俺が責任者だかって来るわけですよ。その時点で意味わかんないのに、しかもそのガリアの方に行った後ね、なんとオクタビアヌスのことをあいつはカエサルの偽物だって言ってね、すごい大声で叩き始めるんですよ。これこの行動を見る限り相当混乱してますよね、アントニウスね。カエサルの軍のナンバー2だったとは思えないぐらいなんか惨めな行動してますよね。まあ、ということでアントニウスがねそのガリアの属州の責任者になるっていうんで、そのもともとそこにいた元老院派のねその暗殺グループのやつと、このアントニウスとそいつが戦い始めるんですよ。でそれで元老院がそのアントニウスを何とかしてよってことで、オクタビアヌスがねそこに派遣されるんですよ。元老院って別に軍持ってないからね。でやっぱこの時代って人に対して軍がついてるんで、
で、カエサルの後継者ってことでオクタビアヌスいっぱい軍を持ってるわけですよ。そういうわけで元老院がオクタビアヌスに頼んだんですけど、でも元老院はね、頼んだはいいんですけど、オクタビアヌスの存在が大きくなるのもそれはそれで嫌だったんですよ。言っちゃえば彼はカエサルのその後継者だから、元老院の人たちからしたら敵なんですよね、彼もね。だからちょっと嫌がらせをすると、あの軍団のね、指揮権をね、奪い取るんですよ、命令で。で、それでオクタビアヌスが反発するんですよね。なんだそれってね。まあそれはそうなりますよね。で、それで、あの、もうアントニウスを攻撃するのもその時点でやめて、で、逆に今度はローマに進軍するんですよ、オクタビアヌス。で、それでローマに進軍して元老院を黙らせると、彼も彼でそのローマ最大のタブーを一発で破ってるんですよね。だからこの時点でね、ある意味あのオクタビアヌスは元老院と一緒に手を組んでアントニウス攻撃ってしたのに、元老院が余計なことやっちゃったもんだから、だからあの元老院のね、反対の方についちゃうと。ってことでアントニウスと同じようなね、あの志を持っちゃうわけですよね。元老院なんかいらないと、罰族家を殺そうみたいな、そういう動きになっちゃうわけですよ。で、アントニウスこの時何をしたかというと、アントニウスは今度レピドゥスっていうやつとね、組んでたんですよ。レピドゥスって誰かというと、こいつもあの元々カエサルのグループにいたやつでね、カエサルが独裁官をした時にその時の副官だったやつなんですよ。なんで、まあこのアントニウスとレピドゥスは同僚だと、この二人は組んでたんですよね。で、そこにある意味志を同じにしたオクタビアヌスが合流するんですよ。で、この三人が組んだ同盟が第2回の三党政治になるわけなんですよね。で、この同盟はあの前回言ったみたいにね、オフィシャルな組織になるもんで、国家再建三人委員会っていうのを立ち上げたんですよ、この三人が。で、それで元老院、その罰族官になってたに対して正式に対立する関係になったと。でも皆さん、ここまで聞いてね、お分かりの通り、アントニウスとオクタビアヌスのそもそものね、この関係改善って全くなされてないわけじゃないですか。完全にこれは一時的な同盟なんで、だから共和制グループとカエサル派のグループね、対立は続くんですけど、でもこの同盟内は同盟内で、何か一歩間違うとすぐに爆発しそうなぐらいの危うさがあると。で、しかもそれだけじゃなくて、さっき言ったみたいにね、クレオパトラもね、この時困ってるんですけど、この時ね、もうすでに何かしらの形でね、関わってきてるんですよ、このどっちかのグループにね。ということで、どうなるエジプト、どうなるカエサルの後継者、そしてどうなるローマの共和制っていうところは、また次回お話ししたいと思います。次回いよいよ最終回です。この動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方は、いいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ではまた。